鳥取にはピンク色の醤油があります。ピンク色の醤油だって名前エロいよ、ピンク醤油かき夫人。これラブホテルとかになんかあったら俺勘違いしちゃうよ。これすごいな、ドンキにある。いや2015年で、最優秀賞になったと。これどこで買えんの、そもそも。これ多分生地なんだよなこれん、ピンク醤油ちょっと調べるか。そもそもなんでピンクになってるかを調べたい。同じだ。高っ。いや高っ。なんか味はなんかちょっとこれ今見て少し憶測なんだけど、ビーツを使ってるらしいわ。マイクラでもあるビーツだから大豆から作ってるんじゃなくて赤株から作ってるんだろうな。だって 1本だよこれ、1本で2200円。ピンクギフトセット、いやでもこれちょっともらったら嬉しいかもね。なんかこれなんかさ、エロいの出てきそうで怖いわ。ピンク醤油なんかちょっとインゴみたいな感じでさ、これ大丈夫、これだい、なんかどんどんなんか違うものになってきて、これ大丈夫かな。大丈夫そうだわ。あ、いけそうだね。あ、よかったよかった。これ買いますわ。